じゃ今日は、おばさまに飲み連れ回された話をしようかなと思ってます。もう年明けなんですけど、それがあった日っていうのは、まあ、あの、年末ですね。あの、12月30日から12月31日にかけてのあのエピソードなんですけれども、なんでこんなこと話そうかなと思って。 理由ととしててはやっっぱりななななかかい経験だなと思ってです、ね、あの40後半ぐらいのおばさまに、あ、あ夜中3時ぐらいまで飲み連れ回されるっていうところはあの僕、まあ、普通に生きてたらないんじゃないかなと思ったのでああのまあこのチャンネルはですねやっぱりこう皆さんこの僕の動画を見ていただいてる皆さんのこう人生がまあちょっとでもこう充実すればあのすごい僕は幸せだなと思ってこの動画を回しているのであのやっぱり。 あのこのエピソードを聞いて、まあ、この男性視聴者の男性の若い視聴者の方が多いかもしれないんですけど、まあ、あの男性視聴者の方こうやってあのもしもねこうやって4 5後半ぐらいの,あのおばさ様と出会いあの飲み来よって言われた後、まあどんな展開があの想定される可能性が高いのかみたいなところを、まあ、この動画見てこうインプットしていただければいいんじゃないかなと、はい、思ってですね。はい 思っていますであの女性の若い視聴者の方、女性もあのやっぱりこう、ね、年を重ねていく中であの、まあそれぐらいの年齢になった時にですね、まあ、たまにはある日突然こう若い男の子とちょっと今日は飲みたいなみたいな時ももしかしたら出てくるかもしれないんですよ。まあ、そういう時に、まあ、どういうアプローチをしてこう飲み連れますかみたいな、あのなんかこうナレッジの提供にもなればなと思ってですね、はい、この動画を回させていただいておりますと。 はい、いうことでまああんま詳細はね言ってもこうつまらないと思うんで結構もう結論ファーストでもう,もうパッパッパってあの話して終わりたいと思いますまあ年始の特別大サービスというところではいやっていきたいと思いますでまああのそんな別に対してあのマジであの言う,言うほどあんま落ち強くないんであの特にあの結果としてはですねあの何事もなくあの9時から飲んでで え、夜中30ぐらいまで、え、連れ回されて、最後、あの、4時、4件目、ダーツバイ行こうってつ、連れてかれそうになったけど、もうメンツ的にというかもう、きつすぎて、まあ、僕が逃げるように去っていったみたいな感じがオチです。はい。すいません。最初に言っちゃったんですけど、はい。それも、もう、これ、その、そこまで聞けば OK やって、思ったら、もう、それで切ってもらったら OK なんで、はい。あとちょっと皆さんね、もう、あの、なんだろう、もうご飯食べながら、もう、あの、なんか、 雑音ラジオ感覚で聞くぐらいではい、いいかなと僕は今日思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、でですね、まあ、あの具体的にいろいろ話すとですね、まあ、あのその12月30日の9時ぐらいですかね あの僕、その時、その日、あの本当友達と、まあ、ご飯行く予定だったんですよ。で、結構楽しみにしてたんですけど、とその友達がまああの約束の1、2時間ぐらい前に、ごめん、体調不良で無理やみたいな感じで、ちょっとどだけあの連絡が来てですね、あの、まあ、体調不良ならね、僕も直近あの体調めっちゃ崩して会社休んでちゃったぐらいの、えー、とこまでね、あのやってたんで、まあ、インフルも流行ってるし、まあこれは良くないなと思って、しょうがないなと思って、はい。あの なしになったんですけど、あの、まあ、とはいえ、まあ、僕結構楽しみにしてたんで、まあ、あいきなりそれがなくなるとですね、あの、いきなり一人ぼっちのでなんて寂しくなるわけですよ。なので、まあ、普段行かないような、ちょっとバーに、おしゃばーに行ってみようっていうことで、あの、ちょうど近所に、あの、なんか、個人でやってるような、こじんまりした、あの、おしゃれなバーがあったんですよね。で、そこに入ってみたんですよ。そしたら、まあ、あおばさんとの、あの、出会いが始まってですね、はい、そっから、まあ、ああの、 もうアプローチを受けて、あのー、いろいろ連れて行っていただいたという感じでございます。はい。やっぱバーで、本当の、バーでの出会いって本当にあるんだなって思いましたね。はい。なんか、僕はね、あのー、僕が勝手に想像したの、まあ、いいイメージしか想像できなかったんですけど、やっぱり僕のイメージするバーでの出会いってね、まあ、行ったら、隣にこうすごい綺麗なね、お姉さんが座ってて、あの、まあ、いい感じになって、なんかいい感じになるみたいな。 感じのことをまあ想像はしてたんですけど、やっぱり現実そうはいかないな。っていうのも、やっぱりその学びでしたね。その日の、はい、はい。で、まあ、あのそのバーでまあおばさまがねまあ、4時後半ぐらいだったんですよ。まあ、実際に年もなんかちらっと教えてくれた気がするのではい。50いってないぐらいだった気がしたんで、それぐらいの叔母様が座ってましたと。とはいで、あのやっぱりそういうバーってマスターが結構話回してくれるんですよ。でまあ、そこでですね。まああの。 その、ちょうど僕が行った時には、そのおばさんと僕とマスター三3人しかいなかったんで、3人で会話して、はい。あの、まあ、ある程度ね、おばさんともこう話せるようになった時に、ま、僕がもう小1時間ぐらい行ったら、もう次探そうと思って、店出ようとした時に、あ、出るなら私も出ようかなってなって、その後、もしかしたらあの、もしよければあの、私あの、この後バー、別のバーやけど来るって言われて <laughs>、ま、なんか、人生経験としていいかなと思って、はい、ま、ちょっとなら、 ねと思って行ってたらそこからがもうすごいあのズルズルですねあの、まあ、連れ回されることになるっていう感じだったんですけどあの2軒目連れてかれたのがマジでなんかあのホストなんかなってぐらいなんかこうすごいホスト系の結構顔面下手値が高い男性店員さんしかいない結構おしゃれなバーに連れていってもらってですねはいあのそこでもですねなんか おばさんすごいやっぱイケメン店員さんがめっちゃいるんでもう飲みなよみたいな感じでめっちゃ上機嫌になってあの、まあ、すごい楽しんで飲まれてましたっていう話ですねで僕にもいろいろお酒とかねあのご馳走してくれて結局多分お会計わかんないですよ伝票みたいんでわかんないですけど多分23万ぐらいいってんじゃないかなっていう感じだったんですよ店員さんにもあのご馳走してワインもなんか気づいたらボトルで開けてていやすごいなーって思ってはいでその人あの ご結婚もされてなくて、やっぱ独身を、一人暮らしを謳歌してるらっしゃる感じの、はい、方だったんですけど、はい、そういう楽しみ方もあるんだと思って、東京すごいなと思って得たのが2軒目の学びでしたね。はい、3件目は普通になんかあの なんかカラオケバー行こうよみたいな感じで連れてってもらったんですよね。その時夜中1時ぐらいでだいぶあの遅かったんですけど、まイ、あ、行くかカラオケバーも行ったことないしみたいなで。そこもすごくて、なんか一見さんお断りみたいな感じで、なんか芸能人とかも来たりするかもよみたいな感じのことを匂わせておりました。はい。でまあ、その時はね、まあ、特に何事もなく、まあ、普通にカラオケバーをまあ楽しんで、はい。あの、 いいいいまましたという感じでございますはい、一つ気になったのが、おばさん、おば様がですね、あの、なんかこう若い世代を気遣ったのか、あの、結構若い世代でもわかるような曲を多分選んで、アンジェラ・アキの、あの、なんけ、背景15の君へみたいな名曲あるじゃないですか。あの、それを歌ってたんですけど、なんか、えぐいぐらい音程外してて、そこだけめっちゃ気になったって感じですね。 あのよくこうアーティストがライブとかであの本来のね正しい正規の音程よりあえてこう外しに行ってなんか盛り上げるみたいなことあるじゃないですかなんかどうやらその感じのやつ外し方でもないなっていう感じの、はい、外し方をされていてそこだけ気になったっていう感じですかねはいでまあ結局そのまま3時過ぎぐらいまで飲んでもう体力も限界に来てですねはいであのー、そのままねダーツバー行こうよって4軒目に誘われたんですけどもさすがにちょっと あのその後残ってるメンツも少なかったんであのなんか最後カラオケバーにいたオーナーのあの50代ぐらいの店員さんともう一人なんか付き添いでいるなんかまた50代ぐらいのおじさんとなんかで構成されてたのでさすがにちょっと僕きついなと思って最後ちょっと逃げるようにそそくさとこう「はいすいませんちょっと門限な,なんで」みたいな感じであの帰ったっていう、はい、感じでした。 っていうのが僕のあの30、12月30から31の、はい、あのお話でしたね。はい。っていうのが以上になります。はい。皆さん一通り聞いてみていかがだったでしょうかマジで特に強いオチもなく、あの大変申し訳なかったんですけど、ちょっとこれは共有したかったなと思ってお話ししました。はい。ね。なんか今まででもなかなかないっすよね。まあ、バーに行く経験とかもそもそもないと思いますし、ね。とことで、ま、ああのー、 男性視聴者の方、女性視聴者の方、まあ、それぞれ、あの、参考になる部分あったのかなと思うので、はい。まあ、今後の人生にぜひお役立ていただければなと思います。じゃあまあ、今日はそんな感じで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあまた。